お腹いっぱいやな。リンゴジュース飲んでいいよ。うん。なんでメッセンジャーなんだろう、名前。若干残ってる。ああ、巻物背負ってるからあれを届けるって話なのかな。ああ。なんだこの忍者龍剣伝みたいな。いや、まさにそうだよ。作った人もなんか呼ばれてたよな。忍者龍剣伝作った人はかかがなんかいたけど、なんていうかあれ、陰徳、これこのなんだこのファミコンサウンドってかっなんか懐かしいから聞いてるけど、新しい最近聞いた人ってどう思うんだろうな。これかっこいいって思うかな。私言うてファミコンサウンド懐かしいって思うような世代じゃないから。世代ではないよな、俺もそうではあるんだよ。でも今そうこういう音ってそんなに珍しくないじゃん、うん、チップチューン、チップチューン、あ、やっぱそうなんだ。だからメッセンジャーなんだ。ガルボ濃いこれ。美味しい。最後食べてもいい？うん。あった。アンダーテールとなんだっけ、龍剣伝、ちょちょちょ、マガ、あー、オバクック買うんだったら5000円のカード買えば5足りるか。あもう完全に忍者龍剣だよ。ほらこの動きがもうまさに忍者龍剣だよ。これやっぱくるくる回るし。動き。なんか忍者龍剣伝より若い感じだね、主人公。飛んできて飛ぶ。ああ、二段ジャンプができるわけじゃないか。ああ、なるほど。永遠に飛べるんだ。こういうことだ。切ると二段ジャンプが、じゃあジャンプ回数が増える。うん。あー、一気にみんな死んだぞ。悪魔軍。あ、英雄か、これが。すごい英雄っぽい。すげえかっけえじゃん。バラマセーゼル。でも日本のゲーム？いや、海外、これは。そうなの？うん。すごい翻訳いいね。本当はな。本当はな。
急。これメッセンジャーね。めちゃくちゃ翻訳いいね。でもこのゲーム海外のゲームとは思えないぐらいなんか滑らかな翻訳してる。いやまあそれは別にもう今の時代となったらできるとかできるでしょ。いやでもなんか英語臭さってあるよやっぱ。どこだろうこれ翻訳したところ。架け橋とか8の4とかあるじゃん。あるね。なんかこう感じがインディーズゲームの割には全部感じが滑らかだから。曲かっこいいね。うん、いくつになってもこれ曲好きなんだろうね。でもこのゲームなんか忍者龍剣伝のことを思い出すとすげえ難しそうなんだけど。いや難しいんじゃないのこれ。難しくない。いや難しいと思うよ。ああ壊す系のやつ。走りながら打てんのは切れんのはテンポいいけどね。でこれね途中ねそのスーファミグラフィックなんだよね。切り替われるらしいんだけどさまだないんだよそれ。もうこの時点で十分綺麗だけどねグラ自体は。これがファミコンだったらありえんくらいぐらい綺麗だよ。トゲ即死級に減るの何これ。なんか私の中のファミコングラっていう。あ綺麗この部屋。おお。なんそれ。謎人物なのかよ自分で。なんでそんな素なメタな発言を。時のかけら拾わせるな。あこれね拾ってるやつ。ジョン・ガイデン。本当だな。意外とメタっぽいな。ここだけね。ここのこう変な空間だけ。この空間だけメタなんだ。ジョークっぽいもん。うん。ああ、釣り式なんか。でもさっきの話落語っぽくて好きだよ私。忍びの一撃。これがずっと登れるのね。まあ、ロックマンであるやつな。ほんとだな。龍剣伝より難しくない？まあ、じゃあ正直言うと龍剣伝はあの正直言うと理不尽な難易度だったかな。難しいというよりは難しいっていうかさ、あのファミコン特有の敵のあの配置と復活時間運ゲー。
運ゲーじゃないんだけど。ドラキュラ勢だから、あの壁に肉あんのか探しまうの。なんか私も壊せそうって思っちゃった。あ、マップ切り替えると復活するタイプか。ああ、うん、張り付いちゃった。なんだよそのキャラは。なんだお前は。なんか意外と死に方あっさりかよ。新しいお客さんだね。ん、なんだこいつは。何も話してないけど。スキルどこで払うんだこいつ。今払わせられてんじゃない。ああ本当は持ってってるあいつ。これが払え終えないときに死ぬと死亡なんか。ゲームオーバーなわけだ。何本つけ払わされんの。全然いなくなんないじゃん。いた、残ってた。前を殺してから。結構難しそうじゃないかよ。あ、これ消せんのかつか、うん、そうだよ、消せるんだよ。ああ、そうと分かれば別にどうということだな。あ、今メモった。なんかあ、付け払い終わった。これ回復か。回復のひょうたん。移動車が切れるのはいいね。ファミコンで言っても超高グラフィックじゃね。お、ここは時空の。スーファミのグラフィックになったら音楽もスーファミになるのかな。なるんじゃないの。あ、メッシュ死んだのかと思って焦った。シュートゲージみたいなのないし、出来地はしないのかな。みんな大嫌い水中ステージ。まあ好きってやってるやつ聞いたことないじゃん。でも音楽は水中っぽくなるのいいね、うん、さっき手に入れたのなんだ。もう曇ってる感、くぐもった感がいいね音楽の。水中ステージと空中ステージってあんまり変わんない気するのに、なんで水中ステージあんなに嫌われるんだろうな。なにこれ、なんかあんのかな。何もできるわけじゃないじゃん。これないわ、ないみたいだね。なんだあいつ。ファン、お前のファン、サインください。まだお店じゃないの。それ重要なんだよな。忍者龍剣伝の死亡率それだからな、ほとんど。食らって落下ダメージで死ぬっていう、落下して死ぬっていう。あ、ノックバックで死ぬのか。しかもね、なんかね、ノックバックはね、向いてる方と逆に飛ぶんだよね。だからその、あの下手に振り向いて食らうと、そのまま崖から真っ逆さまで落ちて死ぬことが多いのと、あと敵が復活するタイミングが早すぎるね。マジ1ピクセルでもうちょっとで画面端に出たら、あの敵が復活するから。あ、だから敵がギリギリ復活する位置に画面をスクロールさせておいて敵殺すとすぐ復活する。なるほど。
だから殺さない方がいい時ある、大体。へぇ、そうなのか。うん、殺すとあの復活しちゃうから。そうなったらかわした方がいい。課長があの鳥かわすシーンとか見るとすぐわかる。あれで課長鳥嫌いになったんだっけ。あ、そうなんだ。一番最初あれじゃないっけ。レトリーマ戦かだと思ってた。あれでもレトリー魔界村の方が先だよね。先だけど別に鳥いなくね。レトリーマのあれ鳥みたいなもんじゃないの。あれじゃない、あれじゃない、忍者龍拳伝だよ。なんか空中から来るものは苦手ってイメージある。おお、そう、こういう時にジャンプめっちゃ減った今。こういう時にさ、ジャンプこれいけるか俺。あーあー、あ、すげえメモってるやつ。重要なこと言うな。結構さて、お前別に全開するわけじゃないんだね。あ、何ぼ払えばいいんだろう。バカ、あぶねえ。なんか装備するわけじゃないよ。かな、ワンマップだ、ワンマップまであんかな。あ、そうするのか。回転切りないのか、空中回転切り。まあ昔技扱いだけど。めっちゃ回復させてくれんじゃん。これやった後サントラ欲しくなんだろうな、これ。ん？サントラ欲しくなんだろうな。ああ、好き、この音楽かっこいいじゃんこれ。うん、これは何。お、なんだこれ。わーお、そんな難しくなかった。お、誰、一個増えるやつだろこれ。いけないんだよ。本当だ。昔のゲー、昔のアクションゲームとかやるとストレスの方が高いんだよ。あれ、それ店じゃないの？下にあるやつ。あ、いいや、いいよ別に。それで下壊せる。なんかなかったの？店ではない。あ、開いてないもんだという。バカ。食らったらジャンプで切り替え。今忘れるな。すっごい一生懸命書いてる。ピコピコしてる。耳かゆいの、マル君。
あ、ないこれ。そんなに？お金半減地味に良さげな感じするけど、そういうやつでもそれもいいね。いや、これは買ったよ。あ、買ったんか。膝、あ、まあこれでいいよ。会話増えてないの？なんだよ。なんだよそれ。全然参考なんないじゃん。意外と可愛い。ん？おー。おー、ああ、わかった。その時か。え、手裏剣ってどこで投げんの？わかんねえ。おっと？あ、なるほど。6万だけそういうやつすんの。もう読んでるね、それ。最初のボスっぽいな。うん。16ビットには何だ、なんか未来と過去を行き来するとかなんか聞いたんだけど。まだまだ話はありそうじゃん。まだこれ？なんだよそれ。
何こう豆でこうマッサージ効果があるからぐっすり眠れたみたいな、そういう話なの。さっきの豆が仕込んであったってのん、豆があの敷物の下に豆が仕込んであったっていうのは何、こうマッサージでぐっすり他の王子はぐっすり眠れたってこと。あ、これだ、これで書いてあった、はい、お、いやだからな、めんどくさいやつ、あの繊細なやつを探すため、探すために姫がそんなことしたんでしょ。うん、あったあった、やったやった、やっか、うん、でもその話は聞いたことなかったの。あほんとはな、落ちちゃったの。穴には落ちるのが、だっていけないもん。うん、残念。なんだあいつは、すげえ可愛いやつがいるけど、世界観変わりすぎやん。ホビキン、しっこは、ああ、マジかよ。あ、そっか、今のうん、切れない、うん、お金を払ってった方がいいんじゃない。あー、あ、ほら、あれあるよ、飛び道具。うん、でも今困んね、こいつが、こいつは困る。どうやっていくんだ、あれ、あれか、いけるか、あれ、うまいこといけた。バイバイ。やったやった、その前に払い終わってよかったね。即死するやつやん、絶対即死するの。なんだあいつは、あいつか、わぁ、ショベルナイトにもこんなステージあったな。じゃあショベルナイトは最後熱い展開だから、うーん、さすがインディーズゲームの王と言われるぐらいのクオリティはある。あれそんなに評価高いんだ。めっちゃ高いよ、あれやってみたら。お前そんな難しくないし、ね、いな、難しい、まずはオールボーイだな、私。そうだ、オールボーイもやんなきゃな。本当だな、ネクロマンスターだ。本当だな、なんだよ。行き渡らないってあんだ。
なんかそういうことありそうだな。教訓があるって勝手に思ってるしな俺も。昔話になんか何かしら教訓あるって言われてるもんな。お前はそんなわけないんだけど。これ欲しいな。え？貯めよう。そっか、ちょっとしか壊れないのか。おい、危ない。当たり判定がないのかも、ね、ノー。なんじゃこれ。ああ、いた。こいつ壊すし、これ壊した。まあ壊したからだって怒られた時。もうあと44、あと43個壊す必要があるぜって言ってたよね、あの人。隠しステージ行きてえよ。どんだけいっぱいんだよ。それ壊せ、あ、壊せないのか、そこは。うん、てか触れない。上行けたのでも。行けたのね。無理これ。一回あれすればいいんじゃないの。無理やった。いや、一回あのマップ切り替えれば出たんじゃないの。あ、なんか言ってる。これで降りれるじゃん。こんな演出できるかな、ファミコンで。無理か。無理じゃねえ、だって表示量多すぎるでしょ。あ、食え。あれ、どこに。あかんかん。せっかく行けたのに生産用になってしまった。ダッシュがないよ。水中だからね。いや、ダッシュ変えたんだよ、さっき。後回しでしょ。危ない。メッセンジャーはなんか評判高かったな。でもなんか見る限り面白いね。うん。こういうのは入れないね。なるほど、壊れてるからね。これだけ？
あぶねえ。てかもう普通に程よい難易度やな。最高じゃんそれって。いやなんか難しいのかなと思ったけど、別にそこまでみたいな。これからじゃないみたいな。これからまだステージ2だよ、うん、この時点で激ムズ難易度あったらクソゲーだろ。いやそういうなんか挑戦的なゲームかなと思って。最初にありがちな。忍者龍剣でミニファミコンになかったっけ。あったよね。あったよな。まあ難しい魔界村と並んで難しいやつやってみないっていう感じなのかな。うん、まあでもあれグラフィックそんなんけムービーがあるからね。世界初だから。あアニメーションムービー。そうなんだ。世界初なんだ。初ではないのか。とにかく最初の方にみんなが目に触れる勝ち手剣や起きたボス。違うわ。置いてくんか。来た子また。いた。うん。弾壊せんじゃないの？弾も。うん。なんていうとこに復活するんだろう。あ、気絶した。なにこれ。あー、なるほどね。速くなった。話したって入ったら落ちんかな。落ちるっしょ。頭チリチリだった。お、ボス。皮肉じゃん。そうなんだ。
これとかいいけどね。そう、ケーブルがつながっのやつはつながってないからできないの。これ？うん。違う。右にあるやつ。これ？あ、400。あ、400もすんのか。高い。もうちょいじゃんね、400だった。うん、そうそう。杖が相棒なのか。相棒ってかす。ちっちゃい。ちっちゃい。そりゃそうだろ。練習してもダメだろそれじゃ。ない。すごい可愛いじゃん。んー、なんとかして俺が上に上がんなきゃいけないのか。お、わお。今じゃね。乗れるのか。乗れた。今だ。ほほほほ。あの弾も消せんじゃない？どうだろう。本当はでいじんだよね。コントローラー性なのか。操作感がある。あ、難しかった。奥になったかな。えっと、早っ。あんなかっこよかったのに。的長いだけだった。的めっちゃ長いよこいつ。体積の2倍マントがあるじゃないか。あ、壊せんじゃんやっぱり。あと1回で終わりかな。なんだそれ。痛いとこ使えちゃった。16ビットは出ねえな、まだ。それ見たいなと思ったんだけど。まあこの普通に面白いよこのゲーム、うん、見てるだけでも。音楽かっこいいしな。いいよね。なんかこう8ビットだからいいんじゃなくて普通に音楽はかっこいい。おい、めっちゃ直されたぞ。やった。
なんで？メデューサヘッド来たよ、メデューサヘッド。まあでかいからまあマシか。龍剣伝いるんだっけ、こういうのが。じゃあドラキュラ、まあ龍剣伝、龍剣伝は鳥ではないんだよ。もっと鳥はもっと凶悪なんだよ。確かに距離、鳥の対処は難しい。あ、思い出した、あの崖のステージにいっぱい鳥飛んできたやつとかあったよね、確か。なんかすげえ努力してるバイトなんだろうなって課長言ってたやつ俺できますからみたいな。うわ、なんだ、わぁ、なんやリーチの長そうなやつは。おお、ああその時に生きるのね。あれでいいんじゃないの、手裏剣で。危ない、危ない。そこを飛びたかったんだ俺。そこ、これこそ。いなくなっちゃった。どうした、あれなのかな、また来るのかな。やっぱいけた。ザクザク。これいけるか。無理だろ。ああ、てかそもそも1ブロックに俺は掴めないのか。1ブロックに捕まる。ああ、なんか別のステージから行きそうな気すけどね。買えるもんなんてあったっけ。こいつの会話楽しみしかなかった。なかった。これ欲しいな。逆で。危ない。うわー、無理か今の。今ダメだったらどうしていいか分かんねえよ。しゃがん、普通にしゃがんでよかったんじゃない。あ、しゃがんでいいんか。あれ、はい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 、はい、あ、違う、ここか。真ん中のお花みたいな。なんか上あったけど、ここには行かない。いや多分回っていくよそれ。ほら、
そう、あのビデオザビデオキットってゲームあるじゃん、うん、あれ全クリしたんだけどさ、なんか公式の海外のツイッターで、うん、あのランキングを18日まで、あ、スコアを集計して、うん、上位5名の人に、うん、20ドルのプリペイドカードをあげる。すげえ。俺欲しいなと思って。俺今3位だから今。行けるかな？ただね、あのね、あのゲームね、ちょっと運ゲーかな。あのね、パターンによっては、あの、俺5万何点だっけかな。なんだけど、あれ、あのポストに届けるやつ。あれが1個1000点で、うん、結構そのなんかスコアに絡んできて、あれがたまにさ、その障害物があの完全に被ってる時あって、あ、絶対見ない時あるんだよ。だそのランダムなのやっぱりあれ。障害物は来るやつはランダム、多分大体3パターンぐらいある。だそのそれを当たりを引くか引かないかっていう人間なの。おっと危ねえ。あいつを切ってジャンプしようかも。この難しいねそれ。危ない。ノー。うーん。時代遅れだな確かに。Life and continue。あー結構シビアだぞ。買いの方が早い。うん、むしろこの時に、うん、これシビアだもんだよな。ああ、正規ルートに戻ったのか。で、こっちから来てってこと。例えばなんかファイアウォールっていうさ、うん、VR でできるオンライン FPS がさ、すげえのって結構面白いんだって。日本ではパッケージはもう出てない、パッケージですら出てないんだけど、ダウンロード版だけだね。敵がいいってこと？いや、なんかね、あのこう敵、本当に人を相手にこう遮蔽物から覗いてこう銃を撃つっていう感覚は初めてやってる。ちゃんと照準、こう照準見るときは照準を見るよね、これ覗いて。
睡眠大事なんだな。睡眠は大事、食習慣も大事。本当かよお前、俺思ったよ、なんかそれっぽい、それっぽいとこだと思って、敵いそうだけど。これなんかやったね今、気づいた。うん、右でしょ、うん、でも上がれないなって思ったし。本当にいない、これ本当にいない。ないよ。本当になかった。いないのかよ。本当にいないのかよ。休暇だった本当に。うん。ないこれ。ああ無理だ。助けて。これは何なのさ。お、二段ジャンプか。違かった。明日はそんな忙しくない感じ、ね、結構起きてるわけだけど。おお、いいね。アクタイム。あ、これか。おお。まだやる？ん？ああ。なんか16ビットいつ来るんだろうと思って。もうちょい来るのかなこれ。全クリコとかだったらどうすんのさ。いや、そんなことはない、システムだと思って。しかも特徴的にあのトレーラーで教えられてたから。ああ、なんだこれ、いけないの。とうとう、あ、危ねえ。操作感がいいのはいいね。これやった後にあのと、なんだっけ、ファミコンジャンプ、うん、ファミコンジャンプやったらつまんねえんだろうな。あーん、やばい。なんかファミコンジャンプ懐かしいぜがやったけど、ブレイブルクロスタックバトルの100分の1も、面白くないっす。こうか。おー、危ねえ。あー、難しいね、それ。ここは難しいんだ。
買っといてよかった。便利。はい、帰ってくる。なんか見てるだけだろさ。やっぱなんかちょっと眠くなっちゃうんだよな。おかんやる？いや、あ、もうちょっとやりたいないけどさ。見てんのは好きなんだけどね。よくよく考えたら、あのハイスコアが見てたら思ったけど、ん？結構クラスの女子でもあの見てる方がいいっていう人多かったの。あー、私もちっちゃい子は見てる方が好きだったな。ちっちゃい頃はな。さあ、こっからが、ん？ん？違う、これもう一回押すのか。あー、あー、もう普通にいっちゃった。結局できなかった。もう終了しよう。落とす可能性があるっていうのは落とさないの？何あれ、ノリノリじゃん。たまに落としてくれてもいいのに全然落とさないの。危ない。そう、下行けそうだけど。行けそうだね。壊すもんないよね。結構まっすぐ進んでない？さっきも分岐なかったっけ？なかった。ちょっとなんか2マップぐらい前だったね。おお。役はいいね。確かに。画面外でも敵が映るのはいいね。すげえ勢いで復活するかな、マジで。で、龍拳で。なんだかんだ龍拳でも3まで出たからな。人気ゲーム。全部やったわけじゃないけど。課長のぐらいしか知識ないや。こう行って、一筆書き。ファミコンのゲームな、当たり派手で本当ひどいからな。ちなみになんかキャラゲーで思いつく限りつまんなかったのあれかな。あ、これか。あの仮面ライダークラブかな。あれ本当につまんねえあれ。あ、いろんな歴代仮面ライダーが、いや、あ、まあ出るけど、なんかチビっぽいやつが出るってやつ。そう、チビキャラが出るんだけど、横スクロールアクションゲームで敵とぶつかると戦闘が、なんか RPG 的な戦闘が始まるんだけど、うん、なんか頭ぶつけただけで一定時間何もできなくなったりとか。で、まあクリア条件が厳しすぎるんだよね、あのゲーム。なんかお金を集めるとそのゴールの扉が開くんだけど、ボス倒して、うん、で順序じゃないんその金額が。敵倒すと100円とかに、まあ200円500円とかもらえるんだけど、だから2万とか必要なんだよ最初のところで。とにかく金稼ぎに翻弄するゲーム、奔走する。つまんない本当に。作業ゲーだね。あー、リアルタイムアタックあって、あ、どうやるんだろうと思ったら、バグっていうか裏技でお金貯めてたの。あー、そうしないとダメだったんだ。うん、バグありの方だったか。これ欲しいなぁ、忍耐の道。高えじゃん、すげえ高えじゃん。いや、だってもトゲそんな痛くないもんだって。それとこういうこと、うー、あいつだけちゃんとしたボスが違うな。これ主人公にさないのに、こうジャンプ中にもう一回 B を押し直すっていうのに慣れてないんだな俺。もうこんなんセレステに比べたら全然簡単なの。あ、そういえば
生成のハードクリアしないの全部。なんかありそうなんだけど、ハードクリアしたら隠しステージのチェリーじゃない、あチェリーとのすげえ難しかったよ。あじゃあイチゴだ、チェリーじゃなくて。なんかありそうなんだけどね、全部集めたらなんかワードが揃って何かの文字になりそう、なんか文章になりそうなんだけど。まだそこまでやってないよ、途中やめちゃったの。なんか新しいゲーム出てたから。あこれ取れないのよこれ。うわテンポよく進むと気持ちいいよな。あいつ落ちたよ。わお。バカアロできない。おおよよ。右と質量がねえかな。昔のゲームよくありがちなんだけどね。よっしゃ。うん。おーい。あーここか。意外とこの攻撃が上下にも当たり判定があっていい。思い出したけど、シルエットミラージュっていう PS のあの PS のさあの、うん、トレジャーのゲーム買ってやってないんだよね。やりてなって久しぶりに思ったの。ちょっと変わった横枠スクロールアクションだよ。ボスばっかのトレジャーお得意のな。敵が赤と青の2体 で自分がこうまっすぐなんだ赤と青に分かれてて、うん、右向くと赤、左に向くと青みたいな感じで属性分かれてて、その異なった属性をちゃんと向いて攻撃当てないと倒せないっていう。へえ、難しそうな。来た。防御は最大の防御ってなんだよ。これいいね、アクションが増えるのがいいね。これいらねえんだよな。これが欲しいな。おこうね、いいねこれ。おおお。でかすぎるだろ。で普通腕と叩けんじゃない。叩けなかった。おー危ねえ危ねえ。繰り返しこれを。お前繰り返しこれ。おいちょっとカーソン厳しいぞあれ。あ、上がれ上がれ。急げ。あーなるほど。あ、ちょっと前にも判定があった。レイクラってしまった。おい、あーフェイント。急げー。
あーのつけられためっちゃおらんじゃん。なんだあいつだろう。まあ、ついてきてんじゃねえか。次死んだら死ぬじゃねえか。まる猫みたいになってる。ほんとだ、クテンってなってる。パターンは読んだ。今入れたらかっこいいな。あーやっちゃった。これ中央に行ってから、中央に行って上下に縦に2回切ってこうすればいい。パターンさえ知ってしまえばって感じだね、やっぱ。ああ。よし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 。あと1回かな。あ。うぅ。おい。いけるこれ。難しくない？おい、危なかった。最後難しいじゃないかな。うん。ちょんぼいしや。マジかよ、寛容じゃねえかよ。うっかりミスなのか。うっかりミスでいいのか。ありがとう。すげえ寛容じゃねえかよ。マジか。本当か。うわあ。まだおいで。来ない。顔。すげえ泣いてんじゃねえかよ。めちゃくちゃ落ち込んでるじゃないか。ゴーレム壊したってごめん。ゴーレム壊したから足めっちゃ食ってる。他のゲームやるか。さすがに氷がちっちゃくなってきた。セーブまで行こう。うわー投げてきた。危ない。これあれじゃないの、ずっとずっと立ってると沈むやつじゃないの。うん。ああ、ありがちなやつ。何にこいつ、本当に凶悪なやつじゃない。あれ、ここまで登れんのにな。どこだよ。危ない、こいつ顔があるよ、あいつ。ほんとなんだな、あいつ。頑張れ。あーおおお、帰れ帰れ。おお来
さ。セーブは。勝った。マジかよ、かわいそうすぎるだろ。じゃあ侵入者なのかよ。マジかよ。なんか言ってる。中毒になってるんじゃないかも。すげえハマってんじゃん。バカな。あ、これも開けていい？ん？これ開けていい？うん、基本的にやっぱこれしかないんだ。こいつ買おうかな、私も。